斉藤壮馬ストレンジデイズ不思議の扉。皆さんこんにちは、斉藤壮馬です。このコンテンツは文化放送超 A&G プラスでお送りしている番組、斉藤壮馬ストレンジデイズのここでしか聞くことができないスピンオフコンテンツとなります。このコンテンツでは毎週一つのキーワードやタイトルについてお話ししていきます。では今回のテーマを発表しましょう。今回お話しするテーマは斉藤壮馬中学生です。はい、10月は振り返りの季節ということで、前回は、小学生時代について、話させてもらったんですけど、まあそうですね、いろんな時期がある中で最も闇が深い時期が、まあ、中学生とはね相場が決まっているような気もしますけれども、まあ、その前回もちょっと話したような気がするんですけど、大体中1ぐらいからちょっとそのなんだろうな、思春期のね芽生えといいますか、自我が芽生えて、ちょっとひねくれたいみたいな、ある意味ピュアなね気持ちかもしれませんけれどもっていう時期になっていって、ただこの時に読んでいた本とか聞いていた音楽っていうのがやっぱり今でも自分の趣味思考のベースにはなっているなっていうのは強く感じますかね。まあ中学生の時は僕はバスケ部に入っていて、かなり熱心な部活でしたね。バスケット自体もすごく好きで頑張っていたんですけど、やっぱその並行していわゆるなんて言えばいいのかな、その創作活動にやっぱり目覚めたっていうのが一番大きい転換点だったかなと思いますかね。なんで、まあ、曲書いてみたりとか小説みたいなものを書いてみたりとかっていうのをしていたかな。もともとその小学生の時に好きだったものの延長線上にもあったりするんですけど、やっぱでも本の趣味とかはかなり変わったかもしれないな。中1の時に多分おじの本だと思うんですけど、京極夏彦さんの産めの夏が、てか京極夏彦さんの当時出てたやつが全部うちにあって、それを読んでしまったあの夏の日、関口くん、この世に不思議なことなど何もないのだよって、うん好きってなるじゃないですか。それはね、いやちょっとね大いにハマってしまいまして、そこからやっぱりそのなんだろうな、いわゆる講談社ノベルス系列とは言うんですけれども、にハマり出して、でちょうどそれぐらいの時期って西尾維新さんとか前城大太郎さんとか佐藤優也さんとかがその出てきたような時期だったので、結構そのミステリーをもう一度脱構築していくみたいなやつにやっぱりハマってましたかね。あとは本当にもう音楽聴き始めて、今ちょっと思い出して僕の心臓がキュッてなってしまったんですけど、すでに卒業文集でね、覚えてますかね、こう皆さんね、僕はねすごい強烈に覚えていて、まあ大体その中学3年間の思い出みたいなのを書けって言うじゃないですか。で僕は中1から中3まで聴いていた音楽を羅列するっていうやつを書いて、で結構中1の時は、割とまだちょっとスタンダードめなやつなんですけど、中2の後半ぐらいからだんだんちょっとこれはディープだぞみたいになってって、で中3でもうその超ドヤってるみたいな。でここで言ってしまうのは忍びないんですけど、その僕の友人がすごくなんていうのかな、かっこいいひねくれ方をしてるというか、当時の僕からすると。ですごいその友人が書いたのを覚えてるのが、めちゃくちゃなんかうだうだ書いてて、そうだなみたいな、何か思い出すことがあっただろうか、そういえばいやでもこれをここに書いてしまっていいんだろうかみたいなのずっと書いて、では書き始めようと思うが、もう文字数がないので割愛しますみたいな、うわこれはっていう、ちょっとね友人は覚えてるか分かんないですけど、なんかそういうなんとかして自分は人と違うんだみたいな風にいたい時期でしたけど、あ質問シリーズが、これ前もやったんでしたっけね。はいはいはい、このラインナップがだいぶもう充実したフルコースですね。あ修学旅行ね、これ修学旅行ねめっちゃいろいろあったんですけど、どこまで話せるかが全くわからないっていう、でも行ったのは沖縄で、
多分3日間あったうちの2日目がその班行動でよくあるのかな、そのなんか自分たちでプランを組んで、でその一組とか一グループに1台そのタクシーの運転手さんがついてくださって、でその計画したルートを回ってくれるみたいな。で僕らちょっととあるそのニッチなところに行こうとしてて、運転手さんに何度も本当に行くのみたいな、別にいいけどすごい時間かかるから2箇所ぐらい行ったらもう1日終わるけどいいのかみたいなって言ってて、であの運転手さんがちょっとそのなんだろう、いい人だったんですけど、あのなんて言えばいいのかな、ちょっとこう自分の意見をしっかりお持ちの方だったので、であの、まあ、座ってて僕後ろの席だったんですけど、その助手席にあの便が立つ友達が座ってて、ちょっと始まっちゃって、であの運転手さんの名言ですごい覚えてるのが、揺れていいのはブランコだけだっていうこれかっこよくないですか。もうそうだそうだ、もうほんとブランコだけなんです、ただブランコのみが揺れていいんだという。でそれをあの修学旅行から帰ってきて、修学旅行機って作ったりするじゃないですか。でそれを僕は当時やっぱり筒井康隆さんにハマってたんで、筒井康隆さんの文体のパスティッシュっていう、まあその文体パロディで書いて、あの先生からの激賞を得るっていうありましたね。本当に多分ね、実家にまだあるんじゃないかな。多分まあまあよく書けてたと思いますよ。その嘘も書いてないんだけど、でもなんかそのなんだろうな、あのもっと今だったらもっと素直にこうなんだろうな、その先生の監視の目をいかにかいくぐるかとかも楽しめたんでしょうけど、やっぱそのひねくれていたいっていうのは、つまりそんなにひねくれてないってことじゃないですか。やっぱ真面目な部分もあって、サボったりするっていうのはちょっと間違った行いだみたいな、だそこでなんかこうひねくれきれなかったのがちょっと心残りかななんていう気はしますけど、あ、演劇とか演技とは出会ってるか、これ全く出会ってないですね。あのアニメとか映画を見るのは好きだったんですけど、その自分がプレイする側になるっていうのは全く考えてなかったですね。で結構その好きだったものとかもちょっとそのなんていうのかな、カルト的というか、あの独特な映画とかをあのさっきの書くスペースがない友人とかに教えてもらってたんで、結構なんて言えばいいのかな、あのその会話の妙を楽しむみたいなような観点で芝居とかあんまり見たことなくて、なんならなんだろうな、子供の時からその例えば劇の主役をやりたいみたいなの全くなかったんですよね。だからまあ多少そのあの音読が得意だったっていうのはありますけど、もうそれぐらいだったので、まあでも中3ぐらいかな、そのなんていうか、今も好きなような作品とかとその自分が将来どうするかみたいなのがだんだん結びついてきたというか、であの決定的なのはよく言ってますけど、高1の時に引きこもっててみたいなことがあって、で自分もそちら側に立ってみたいっていうぐらいだったので、逆に中学の時はもう本当に将来は、作家さんかそのミュージシャンになりたいっていうのをずっと思ってました。なんかあの当時書いた曲とか結構未だに普通に演奏できるやつありますね。バンドでやってたやつとかも あるし、なんかでもそれが楽しかったな、まあ、結構やっぱりガレージとかがあるような友人の家とかもあったんで、であの車屋さん、カーショップを友人のお家がやっていて、そこに日曜日とかに集まって、でなんかその友達のお父さんもこう楽器やっててみたいな、でそのアンプとかを借りてこうみんなでねやってましたよ。あのこれも結構いろんなところで言ってるんですけど、一応最初にバンドでコピーしたの、あの T-Rex の Get It On で、まあ全然コーラスができる人がいないっていう理由でやめたんですけど、でももうすぐオリジナルを書き始めて、未だに覚えてるのが、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、歌い出しがケルビムのささやきで朝は目覚めるんだっていう、まあ、だからつまり今とあんま変わってないっていうことなんですよね。ちょっとね、中学時代はね、あの一生あの時代をネタにしてトークで飯を食っていこうと思ってるからちょっと全部はねお届けできないんですけれども、はい、ということで最後になりますが、そろそろ今日のテーマについてまとめましょう。いやこれ難しいな、はい、斉藤相馬的中学生とは永遠の混沌、はい、ある意味イノセントな時期だったとも思いますけれども、以上今日の不思議の扉は、斉藤相馬中学生でした。
斉藤聡馬ストレンジレイズは文化放送超 A&G プラスで毎週金曜23時から放送中。あなたの気になることや話してほしいことを募集しているメールアドレスは soma@joqr.net です。たくさんのメールお待ちしています。お送りしてきました斉藤聡馬ストレンジデイズ不思議の扉、皆さんいかがでしたでしょうか。そういえば今思い出したんですけど、あの中学生の時の担任の先生が、あのなんていうか一言交換日記っていうのかな、その日あったことみたいなのを生徒が一言書いて、で先生がそれにコメントしてくれるみたいなやつをやってくれてたんですけど、そこでこう当時作ってた曲の歌詞とかを、まあ、読んでもらってて、でその先生がその茶化したりすること一切なく、すごいこれめっちゃいいフレーズだねみたいなことを言ってくれてたのが、なんかその今のこうものづくりにつながっている気がするなっていうのを今ふと思い出しました。先生本当にありがとうございます。本放送でも気になることをたくさん話していますので、ぜひ皆さんも最近気になることがあったら番組の方にメールしてください。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は斉藤聡馬でした。